日本を代表する花、桜国家とは、その国民に最も愛好され、その国の象徴とされる花である。国の象徴とされるフローラルエンブレームは、必ずしも花とは限らず、農作物、樹木や草、蚊下植物が指定されることもある。ただし国によっては、国事や国家として、それらを制定し、国家はまた別、あるいは指定しないといった対処をしているところもある。 一般にヨーロッパではカキが多いがヨーロッパ以外ではカキが指定されることは少ない。またその国の原産であったりその国に広く見られるものとも限らない。指定範囲も単一種を指定する場合もあれば複数種を指定することもある。園芸植物の場合は細かく花の色まで特定したり、それとは逆に大まかに属化レベルで指定する場合もある。中には アイルランドのシャムロックのように、特定種ではなく、表彰的な外見の形状で指定する場合もある。国家の選定方法は各国により異なり、法律や議会の議決、直令や政令で定められたり、国民投票で決定したもの、孤児や伝説にちなんだもの、長年の慣習によるもの、王室の象徴として用いられていたものなどがある。最後のケースでは、イギリスのバラといった、 王室がエンブレムとして選定していたものが有名である。現在ある国家の多くは公的な手続き、裏付けを書く、慣習上のものであり、成分法に基づき国家を指定制定する例は、実際には少数派である。日本にも法廷の国家はなく、国民に広く親しまれている桜や、皇室の家紋のモチーフである菊が事実上の国家として扱われている。国家は、 コインや紙幣、旅券や切手などの衣装として、しばしば使用されるため、乱用を避ける意味で一部国の国家は、世界知的所有権機関に届け出られ、管理下に置かれている。表を見るにあたっての中期について記載する。国樹は、公式、監修上を問わず国樹、国樹としての意味が強いものを示す。歴史は、現在は、当外国の官民もに国家としての意識はないのだが、 歴史的経緯から対外的に国家として扱われることが多いものを示す。ありがとうございます。